ちは、富士精密の川口です。今回は弊社が所有するネジ締め付け特性試験機についてご紹介いたします。こちらの試験機は締結を行う際に重要な締め付けトルクや軸力、摩擦係数やトルク係数などを測定することができます。一般的にトルクレンチを使用することでトルクがどのくらい発生しているかを確認することはできますが、軸力がどのくらい発生しているかは目で確認することはできません。しかしネジ締め付け特性試験機で締め付けを行うことで目には見えない軸力や摩擦力を確認することができます。試験の際には軸力基準やトルク基準、破断までの締結など様々な締め付けの条件設定ができます。試験実施時はトルクと軸力のグラフも同時に表示されるため力の変化が分かりやすくなっています。弊社にはネジ締め付け特性試験機が3台あります。試験の方法は同じですが、それぞれ測定に適したサイズが異なります。3台合わせて小さいサイズは M3、 大きいサイズは M75 まで測定が可能です。またこちらの卓上の機械ではフリベリングトルクを測定することが可能です。普段はトルクレンチを使って人が測定を行いますが、こちらの機械を用いることで任意の回数を自動で測定し記録することができます。またお客様によって非締め付け別などの締結条件は変化しますが、実際に使用する部材を用いるなどより実際の状況に近い条件で測定を行い、なるべくお客様の希望に沿った試験を実施するようにしています。詳しい情報は当社ウェブサイトをぜひご覧ください。ありがとうございました。